はい、こんにちは。こんにちは。アロハシャツ研究室番外編です。番外編です。はい。新宿のジャンキースペシャル、はい、来ております。今日もお付き合いいただくのは中野教授と、こんにちは。そして初登場、もうそうですね。アロハシャツ界初登場第1位みたいな、そうですね、ジャンキースペシャルの。ジャンキースペシャルの西と申します。重鎮西さん、西と申します。似合いますね、アロハシャツ。ありがとうございます。本当に僕ね、日本で一番似合う人だと思ってるみたいなんですよ。ありがとうございます。めちゃめちゃ似合ってますもんね。ありがとうございます。もうね、お店のこと、売り場のことは西さんに聞けということでですね、今日はですね、私も物色にしに来てるんで、いろいろと今年の売れ線、話題作教えてもらおうと、お店目線でね、お任せください。と思ってます。本当、僕もお店に来ると、自分で作ったアロハシャツがどういう売れ方をしているのかとか、緊張しますよね。どれが反響あるのかとか、ちょっとこう隠れてこう聞きたいぐらいなんですけど、今日はもう堂々とここで聞きたいなと思いまして、どんな柄が今年反響ありますか？そうです、まあ、ちょっとじゃ あのお持ちするので。あ、はい、ね、はいはい、すいません、お願いします。来ました。はい、こうやっぱり、やっぱりこう来ましたかと。これですか？やっぱりこれですね。やっぱりこれですね。やっぱりあの待ち望んでた方が本当に多い。やっぱり、はい、久しぶりですもんね、これ。これも本当久々ですね。どのぐらいだ？何、4、5年前ぐらいからやってなかったんで、はい。なんか久々ですね。これは久しぶりにやりたかったきっかけはあったんですか？以前からずっと、まあ、再復刻、うん、何回かしてるんですけど、はい、またやりたいなって思ってたぐらいに、ええ、ちょうど茅ヶ崎で、ええ、アロハシャツの展覧会やらせていただいて、美術館で、そこでまた一気にリクエストが再復刻の、はい、でなんでかっていうと、茅ヶ崎の美術館さんでやった時に、ええ、図録、はい、あれの表紙がこのランドオブアロハだったんですよ。そうなんですね。それもあって、はい、あとパンフレットとか、はい、うん、そういうのにもかなりの露出で使ったので、ええ、それを見た方が、あ、また欲しいと。ヴィンテージアロハシャツ2の表紙の時も使いましたけど、はいはい、もうあの時は作ることを大体決まった後です。もう、そうですね、完全に自分の中では作る気満々だったので。じゃあ思い出の強い一着ですよね、これは。そうですね、まあ、自分もそうですし、ええ、長年ヴィンテージのアロハシャツを追いかけてる方、うん、あとはもうサンサーフをずっと買われてきた方たちもですね、はい、絶対この柄って思い出が強いと思うんですよ。やっぱりそういうお客さんが多いですか？そうですね、まあ、私自身もそうですけど、ええ、やっぱりこうランドオブアロハっていうのはアロハシャツの中でもやっぱり特別な、うん、やっぱり位置づけでして、あの、私もやっぱりいろいろアロハシャツ、まあ、サンサーフのアロハシャツ持ってますけど、はい、やっぱり一番着るのがランドオブアロハ。あ、そうですか、はい、で、やっぱり一番持っていてこう、まあ、優越感じゃないですけど、うん、やっぱりこう気持ち的に高ぶるのもランドオブアロハ、うん、っていうぐらいやっぱり特別な柄なので、働いてる私がそういう気持ちなので、あの、もちろん買いに来るお客さんも、はい、多分それ以上の気持ちを持ってるかなと。おお、はい、なるほど、深いですね。すごい。まだ在庫大丈夫ですか？在庫はもう全然大丈夫です。もちろん、あの、全然大丈夫、はい、めちゃくちゃ売れてるので、日に日にあの在庫は減ってるんですけど、まだ、うちは結構強気で オーダーしたんで、はい、まだまだ大丈夫です。天井まで行くぐらい行くぐらいです。オーダーしてたんですね。はい、探されてる方はぜひ、おお、ジャンキースペシャルさん、はい、ねえ、ぜひぜひ、ラハですわ。そうですね、はい、はい、ちょっと、もっともっと聞いていいですか？はい、あ、もう全然、はい、そうですね、はい、もっと、もう、はい、いっぱい聞きたいですね、まあ、ある意味、想定、はい、想定ないでしょ。これは、そうですね、予想はしてましたね。はい、こちら来ました、はい、そうですね、このあたりは自分としても思い入れの強い柄ではあるので、エンゼルフィッシュ、エンゼルフィッシュと、これは、はい、そうですね、こちらの、このサンゴの海の中の柄ですね。これは俺、胸ときめいたんです。この柄は大好き。これは胸ときめきますわ。そうですよね、やっぱり人気なんだ。やっぱり人気高いですね。まあ、あの、デザインされたのがやっぱり有名なジョン・メイグス。あ、ジョン・メイグス作品なんですね。はい、俺見た目だけで喋ってました。見た目だけで胸ときめいてたんですけど、これは。これ2つともですね、まあ、他の柄もそうなんですけど、この2つ特に今年の中ではヴィンテージがなかなか自分のところにこう回ってこなかったというか、
手に入らなかったダラで、で何年も探してて、でようやく手にすることができた柄、この二柄がそうだったので、やっぱりじゃあ思い入れは強かったんですね。思い入れは強いですね、でもちょっと自分としても嬉しいです。嬉しいやつ、はい、嬉しいです。嬉しいやつなんだ、鮮やかなこの点でこう表現されたサンゴとかですね、海の中、海中の表現っていうのはやっぱりメイグスさん独特の感性というか、貝殻ですもんね、これね、まっとね、これをこうスポットで全部抜線で表現するっていうところもすごくいいですね。どっちも魚、そうですね、魚、はい、そうですね、ちょっとですね、またハワイアンシャツ自体がですね、やっぱり海のに関係するものとか、うん、そういうものもすごくモチーフとして多いっていうのもありまして、魚のモチーフのシャツもいっぱいありますので、ちょっと今回たまたま2つの魚っていうのがあるんですけど、まあ、自分もやっぱり魚柄のハワイアンシャツ好きですし、お特に思い入れが、こちらもちょっと和っぽい感じで描かれた洋柄で、そして魚の柄っていうのがありまして、はいはい、すごく思い入れの強い柄になりますので、ジャンキースペシャルではやっぱり魚の柄とかが、はい、一番強いですか。まあ洋柄の中でも、うん、海モチーフの、うん、やっぱりアロハシャツってたくさんあって、うんうん、でまあ花、普通の洋柄って例えば花だったり何だったりっていうもの、うん、とは、まあ、別の柄というか別の種類になるので、うん、そういう要は海柄っていう中ではすごく人気が高い、うん、で他の海柄もやっぱり毎出るたんびにしっかり完売はしてしまうので、まあ、このあたりも、まあ、間近かなと、はい、これちょっと後ほどこれ試着関係ですかね。はい、あとそしたらその海柄、はいっていうと、そうですね、どんなのがいっぱいありますけど、今年ありましたっけ。やっぱりちょっと今期、ジャンキースペシャルでものすごくいい勢いで売れている海柄があるので、今ちょっとお持ちするので、はい、ぜひ。お、来ました、はいはい、こちらですね、はい、中さん、これこちらは、こちらはですね、デュークのこの実名復刻としては、うん、すごくこう人気の高い、ほう、もうリクエスト もうめちゃめちゃ来てました。へー、でちょっとですね、これ もう出すタイミングが難しくて、デューク自体そのホリゾンタルパターンだったりとか、いろいろ代表的なのはあったりとか、うん、でもパイナップルに始まってダイヤモンドヘッドがあったりとか、うん、もうリクエストがすごく多いので、毎年こう柄選ぶの大変なんですけど、うん、でこのフィッシングボートもすごくリクエストが多くて、こちらフィッシングボートの柄なんですね。ええ、でなかなかこう出すタイミングがいつにしたらいいかなっていうのが、うん、で自分の中では今年いけるかもと思ったので、うん、全体のバランスを見ながら今年が一番いいかもなと思って、ちょっと今年出させてもらったんですけど、僕ちょっと思ったんですけど、はい、ベースがホワイト、ブラック、これはオレンジですか、オレンジ、はい、オレンジとあって全然雰囲気変わるじゃないですか、同じ柄なのに。このシャツは特にそうですね、ね、違う柄なのかっていうぐらい、これ色違いで持ちたくなっちゃうやつですね。そうですね、皆さんこう色違いで買われてる方はもうすでに、なかなかだってね、これ白とオレンジって同じシャツってイメージに感じないですよね、見えにくいですよ。でもよく見ると確かに、そうなんです。そしてこれもちゃんとカジキマグロですか、これ。そうですね、大きいお魚がいて、私この本にも出したっていうのもあって、はいはい、さらにリクエストもいただいてて、2の本、はい、こちらの、346ページ黒が出てます、ね、はい、黒は出てます、で、うん、バッチリですね、柄の出方も、おお、確かに近い、はい、うん、で前見は、どちらかというとフィッシングボートのボートがこう中心に来るようにして、はははで背中の方は、センターにカジキが来るように、へえ、背中、ね、背中の、はい、はい、センターに、あ、ここにね、カジキが来るような形で、柄取りもヴィンテージと同じように合わせて、ちょっとこの辺もこだわりで復刻してますので、金子さん似合いそうですね。そうですね、このシャツ買いました。なんか買いましたか、やっぱり買いました、もう、はい、なんかすごい海の男になれそうなね。そうですね、何でも似合いますよね。いや、なんかこれ似合いそうで、はい、ありがとうございます。海柄か、そうですね、洋柄、海柄できたんで、はい、となると、はい、次はやっぱり気になるのは、僕個人的にはすごい気になるのは和柄なんです、ね、やっぱりそうですよね、和柄って、はい、あんまりなんですか。いや、もう私、まあ、ジャンキースペシャルに入って、まあ、10年以上経つんですけど、うん、私が入った頃からもジャンキースペシャルといえば和柄、うん、あ、そうなんですね。圧倒的に和柄が売れるお店
なんですね、はい、なるほど、はい、なので今年もやっぱり和柄がものすごく強いです。はい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 、チャンサー風のこうオーダーとかですね、全体の、和柄がすごく強くなってきているので。あ、そうですか。より、ね、新宿のジャンキースペシャルさんの方でもより今年和柄売れてるんじゃないのかなっていう思いますね。うん、じゃあ和柄代表持ってきますか。和柄代表で持ってきますか。はい、はい、来ました。そうですか、そうですか。そうですね、これはね、あのリクエストがすごく多かったんで。あ、そうなんですね。元々で結構やってなかったんですよ。あ、これはすごく反響があるなって、はい、実際自分もこういったお店のイベントとかそういうところで末端のお客様と情報交換させていただいた時に、これ買いたいんだよね、あの時買い逃してとかっていうお客様も結構いらっしゃったんで、これはなんとなくこう、あ、やっぱそうですか、なっていう予想は。お店の反響としてもどうですか。うん、もうこれはもう抜群です。うん、はい、ありがとうございます。和柄でもやっぱりこの動物モチーフでかなりその動物自体が大きく描かれているもの、あの直近だとあの竜とかもあったんですけど、そういうものがすっごく人気が高くて、なのでこれも今年はものすごく人気が高いですね。迫力を求められる方が多いんですかね、和柄は。で、一方でこちらは可愛らしいですよね。可愛いですよ。こちらはですね、ヴィンテージとしてはものすごいレアな感じ。で、和柄なんですけど、このよく見るとここにハワイ語でいろいろと書かれていたりとかして、うん、こう確かに和の要素、もう洋柄の要素がこう組み合わさって、うん、はいはいはい。で、比較的和柄っていうのはそのまあ動物のモチーフだったりとか、まあ、こういったこう戦国武将だったりとか、はいはい、そういうのはこう迫力を重視してドーンって書かれるのがやっぱり多かったりするんですけど、うんうんうん、これに関してはちょっとボーダー柄で、そうなんですよね、ちょっとコミカルな感じで、しかもこれ奥に絵がそうですよ、影みたいにして、そうですよね、青い部分も絵ですし、はい、その奥のこの薄い部分にも絵があって重ねてるみたいな、はいはい、またこの色がいいですね、色がいいですね、ブルーが効いてますよね、はい、ちょっと和っぽい要素がすごく満載で、はい、でもそこにちょっとハワイ語が入っていて洋の要素もあって、うん、で柄もすごく考えられて構成されていくっていうすごく希少価値の高い和柄って一言で言ってもこうちょっとコントラストのある、そうですね、ある、ね、2枚を持ってきていただいて、はいはい、でですね、ちょっと、和柄といえばなんですけど、はいはいはい、ずっとこうお待ちかねの柄もあってですね、はい、ちょっとそれだけご紹介させてもらおうかな。ほう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 、何だろう。実は今日サンプル持ってきました。おお和柄、今年の和柄といえば、ええ、ちょっと問い合わせも多いんじゃないのかなっていう。これヴィンテージアロハシャツでも紹介させてもらってすごいね、はい、話題にはなりました。武蔵屋のやつですよね、はい、ドラゴンとタイガーのですね、はい、柄なんですけども、ええ、これ今、ええ、ちょうど生地がそろそろ吸い終わるかなと。あ、今プリント中、はい、なのでもうしばらくお待ちください、はい、どうなんですかお店では。こちらはこれがですね、ええ、ま、ちょっとシルク製で、ええ、まあ、他のアロハシャツに比べるとお値段もやや高めなんですけど、はい、うん、多分うちのその事前の予約数でいうと圧倒的に1位、でもうほぼ予約で完売してしまうんじゃないかというぐらい、う、ね、もしかしたら売り場に出ないんじゃないかっていうぐらいの予約数をいただいているぐらいの幻になっちゃうね、はい、そうですね、シャツなので、はい、いやもう本当に作るの大変でしたので、それだけこうお客様にこう期待されてるっていうのも分かりましたので、ちょっと頑張って再作りたいと思います。で、あともう一つ、ちょっと和柄ではないんですけど、はいはい、じゃあこれ僕が使いましょう。組み合わせが多い柄がありまして、はい、久々のバックパネル、うんうん、これ久々のバックパネルですね。パネル、そうで今回ですね、うん、ちょっとバックパネルの中でもちょっと変わり種、ね、で今西さんに持っていただいてるこれちょっとこう正面を向くとですね、バックパネルじゃないですか、もうホリゼンタルになっちゃってるんですね前もバックパネルに書かれてる、はい、
柄が来て、しかも形がプルオーバー。あ、本当だ、それ気づいてなかった。そうなんですよ。こちらは通常のオープンのバックパネルの仕様なんで、それと前見頃は無地で、襟に柄が来るという、襟にポケットに柄が来るという仕様。はいはいはい、はい、でこちらに関してはフロントにも背中にある柄が来て、でなおかつプルオーバーの仕様で、袖も襟も全部柄が入る。プルオーバーにしてるから、ここを切れないんですよ。切れないようになってる。考えたな。考えられてるんですよね。これも昔もともとヴィンテージあるんですか、こういうの。はい。あ、そうなんだ。はい。それをサンサフとしては初めての復刻ですね、このパイプ。はい。今ちょうどこちらもそろそろ擦り終わるかなと。なので、もうしばらくお待ちいただいて。ちなみに予約状況はどっちですか。プルオーバーです。プルオーバーなんだ。やっぱり珍しいんですかね、すき物ですね。やっぱうちのお客さんみんなすき物が多いので、ええ、はい、今までバックパネルってもう通常このタイプなので、そうです、せっかくこうね、いい柄が来てるので。じゃあバックパネル自体がすごい久しぶりということで。そうですね、久しぶりなので、ええ、まあ、より待ってくださってるお客さんも多いということで、ね、反響も大きいのかなと思います。そうですか、はい、ちょっとこの辺りも楽しみにしていただけたらと思いますので、はい、はい、もうだいぶ入荷も落ち着いたところで、はい、これからっていうのを2柄3柄か、はい、紹介していただきましたけど、はい、もうこれでほぼ揃いましたか。もう少しですね、ありますので、まあ、それも、もうほぼ見えてますので、はい、はい、で、まあ、もうちょっと待っていただければ、はい、全部揃いますね、はい、まあ、うちはあのレイオンのサンサフの、うん、レイオンのアロハシャツはフルラインナップで取り扱ってますので、全型、はい、はい、はい、売り切れてってるものも当然出てきちゃってるわけですよね、サイズ掛けとかも。あ、もちろんそうですね、はい、なんですけど、はい、もしわからないこととかあれば、私たちスタッフに声かけていただければ、親切丁寧に、こんな見た目ですけど、説明させていただきますので、はい、よろしくお願いします。頼りになりそうです。はい、ということで、はい、新宿ジャンキースペシャルより、お送りしました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。黒ばっかり選んだんですけど、やっぱりでもアロハシャツってやっぱり一番人気は黒なので、うん、今着ていただいているのもそうですけど、お持ちいただいた黒も間違いなくお似合いだと思うので、これ、ね、はい、おすすめです。いけてるな、はい、でこの蝶も蝶めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗です、はい、いやこれすごい、ダメだ、決めらんないこれ決められない、私も決められない。どれがいいですか。やっぱ実際着ていただいてる、やっぱこちら、うん、え、これ、はい、めちゃくちゃお似合いです、はい、これ俺得意の3着みたいな。でも黒ばっかり3着っていうのもちょっとね。あ、そうですね、どうせだと、でもこれ決めらんない。